はい、皆様こんにちは。函館和洋モダン化市長官です。夏休み女子旅多くなってきます。そしてみんなでね、衣装体験をして遊ぶっていうことも本当に多く見受けられますけれども、その女子たちが、はい、どうして函館なんですかというふうに質問させていただきますと、私土方さんのめっちゃファンなんですという方本当に多いですね。実は歴女なんですとかって言いながら、そして、はい、こんな感じでですね、やるからには函館だから新選組でも普通の水色とか、ね、浅葱色白黒のやつじゃなくて違う新選組はありますかと。当店にはあるんですね。なんと作っちゃいました。オリジナルですきちんとね、デザインからきちんとお願いして作っていただきました。はい、仕立て屋さんにねお願いして作っていただいたこのピンクに青に紫の新選組もあっちゃったりします。ですのでね、このような色とりどりの新選組で、撮影するのもとても盛り上がると思います。その他にね、オイラン風にした、来たりですとか、あとはねちょっとこの真ん中央のセンターの方は、ハイカラさんスタイルになっています。ということで、様々な衣装